BMW R シリーズは BMW が製造販売しているオートバイの車種である。1923年に BMW が作った初のオートバイである R32 から現在まで続く息の長いシリーズである。途中で各部を変更されながら生産されてきたため非常に多数のバリエーションが存在する。エンジンは空冷水平対向に気筒エンジン。 駆動伝達は、シャフトドライブが基本である。このエンジンは、車体の左右に、シリンダーが突き出すという、オートバイとしては、得意な外観が特徴である。2010年からは、シリンダーヘッドが、DOHC 化されたものが一部モデルに、搭載されている。過去には単気筒モデルも存在した。R32R5R51、3後しばらく BMW は、 自動二輪車の生産を禁止された。生産許可は1949年に 250cc、1950年にやっと 500cc まで拡大された。5シリーズ R75、5日本車の台頭に対抗するために、シリーズでストロークを共通化、コンロッドを四輪車1.8リットルモデルと共通と、 するなど合理化が図られた247型エンジンを採用した。6シリーズ R90S ディスクブレーキを採用した。トランスミッションは5速化された。後期型からはブレーキディスクに溝が切られた。7シリーズ、8シリーズ R100RTR80G、SR100GS 前期型 R80、GS 後期型 BMWK100 をはじめとする。 K シリーズの発売後 R シリーズは R80 のみに縮小されていたが、ユーザーの要望により、再度ラインナップされるようになった。再ラインナップによる、市場動向は不明のままのリリースであったが、結果ユーザーからの注文は殺到する。RS シリーズにおける前、モデルとの変更点に、リアサスペンションがモノサスとなったことが挙げられるが、この外観上の変更点により、 前期モデルを、ツイン後期モデルを、ものと表現することが多用されている。R100RS カスタム車両またエンジンの出力が、前期 70PS、7250rpm から、60PS、6500rpm に変更された、ことで、スペック上は出力抑制されているが、これは後期型が、乗用域である、中速の充実を狙ったゆえんである。 水平対向に祈とながら、これまでの伝統であった2バルブでなく4バルブ化された R259 エンジン、通称オイルヘッドを搭載した。カムシャフトがヘッド側にあるため OH c と勘違いされやすいが、厳密にはオーバーヘッドではなく、ハイカムオフである。カムシャフトが通常のオフよりヘッド下部の高い位置に配置され、短いプッシュロッドを介して、 ロッカーアームを駆動する。これは、ホンダ CX シリーズでも採用された実績があり、近代においてこのハイカム式オフを採用した、主な理由は、ヘッドの高さの削減と、吸排機構の最適化である。オフ形式を使うことで、ヘッド全体をひねることが可能となり、特徴的なヘッドの全方向への傾斜はこのハイカム、オフによって実現されている。車体について、 フロントサスペンションはテレレバーを採用している。リアサスペンションは GS シリーズのパラレバーを全車種に採用した。アンチロックブレーキシステムは ABS2 に進化した。燃料供給はモトロニックインジェクション。R1100 シリーズの内径アップ版。R1150 シリーズの工程アップ版。GS と RT は2010年よりエンジンが DOHC 化された。GS は2013年より水揺れ式の DOHC エンジンを採用してフルモデルチェンジした。S と ST は2008年をもって生産、販売を終了している。すべてのタイプ RT には白バイ仕様が設定されている。ありがとうございます。